はい。じゃあ、関アブとそもそもは何ですか？関アブとの目的を詳しく見ると、2つのポイントがあります。デバイスを起動するときに、ブートイメージの親性性、アウセンティシティと、整合性、すみません、整合性、インテグリティを確認できるプロセスです。申請性とは、イメージが信頼できるソースから聞いていることを保証するものです。つまり、自分のユーザーが作成したイメージであることの保証です。デバイスが信頼できることを実行しているかどうかを確認するためのものです。整合性は、イメージが改ざんされていないことを保証するものです。この2つの機能により、セキュアボートは、実行されるコードが期待通りのもののであることを確認できるのです。こちらがセキュアブートの全体章ですね。チェインオフトラスト、信頼の連鎖。まあ、日本語でいろいろな名前が出てきますと、まあ、出てくると思いますが、信頼の連鎖と呼ばれる理由は、まあ、最初から SOC のロムを信頼し、次にブートローダー、そして最終的に Linux カーネルとルート5システムまで信頼するからです。理想的には、この連鎖のすべてのステップを信頼することです。最初から SOC のロームコードから始まります。これは SOC 自体に組み込まれたコードです。ユーザーはアクセスできない、公開されてないコードです。このコードは基本的なハードウェア、RAM などを起動し、次に U-Boot を起動します。今日のウェビナーで特に TI 様の SOC のセキュアブートにフォーカスしますが、トラデックスはブートローダーから Docker コンテナまでのこの、信頼の連鎖、が守る予定があるので、採用のご希望、それとも追加の説明が欲しければ、ぜひご連絡ください。なお、セキュアブートをデバイスに有効にしたら、いろいろな注意点があります。まずは元に戻せません。最初は、まあ、ソーシャルは後で説明しますが、SOC 内のフューズをプログラムし、ユーザーの公開鍵、焼き込みします。この公開鍵1は SOC にフューズという焼き込まれるものなので、セキュリティ上の、理由や特定の、攻撃シナリオを避けるために、このアクションは元に戻すことができません。そしてこの鍵のアクセスを大切に管理しなければなりません。鍵の管理においてオフラインしかアクセスできない安全な場所に保存して、ふさわしいバックアップもしたりしたら、まあ、することが必要、有用ですね。また、デバイスでセキュアブートを有効にしたら、トラデックスイージンストラのようなサインされてないリコベリー、証明、証明されてないのリコベリーツールをご利用できなくなります。万が一ソフトウェアの問題が発生したら、SOC はサインされてないイメージの実行を否定します。そちらにご注意ください。はい。完全なセキュアブートシステムでは、まず SOC のロムから始まります。はい。次に、ブートローダのサインを確認して、鍵がサインと一致したら、ブートローダが正常に起動します。続いて、カーネルのサイン、さらに、ルートファイルシステムのサインも確認されます。こうして、システムは完全に起動します。はい。さて、ハッカーに攻撃されて、デバイスにアクセスされてしまった場合、悪意のある証明済みのブートローダーをインストールしようとします。ハッカーはデバイスのブートローダーを置き換えても、SOC に焼き込まれた公開鍵が違うので、その社員の確認は失敗して、ブートが停止します。ですね。はい。
その場合はデバイスは回収して廃棄した方が良いですね。なぜならデバイスの状態がどうなっているか全く分かりませんからです。さらに詳細に進みましょう。ここでは各ステップを順番に確認しています。最初のステップでは ASOS の ROM コードでブートローダーの証明を確認します。セキュアブートチェーンの中でハードウェアのステップはここだけです。それ以下、カーネルやルートファイルシステムの検証は全て標準的なコードで行われます。ASOS のサポートが必要ですが、後ほどTI の AM62HSM とのやり取りや U-Boot がどのように認証を行うかを確認します。公開会議と秘密会議の、仕組み、あの仕組みのについて簡単に説明します。例えば、RSA2048 のようなアルゴリズムでセキュアな鍵ペアを作成すると、秘密キー鍵と公開鍵が生成されます。秘密鍵は証明を作成するために使用されて、これにアクセスできるのは開発者だけです。公開鍵はデバイスに書き込まれて、証明、あの、証明、証明されたソフトウェアを検証するために使用されます。両方は関連しているため、相互に検証が可能です。もっと簡単に言うと、秘密鍵をドアの鍵穴を作る方です。公開鍵はその鍵を考えてください。もし秘密鍵は流出すると、誰でもデバイス用に証明されたファームウェアを作成できてしまいます。SOC の ROM コードが起動すると、保存された公開鍵を使ってブートローダー自体の証明を検証します。ブートローダーの証明が確認されると、U-Boot のブートローダーが起動します。ビルドの時、ブートローダーイメージは秘密鍵でサインされて、秘密鍵は開発マシンから一切離れることはありません。そして、その秘密鍵には対応する公開鍵がロムコードに書き込まれます。フューズします。じゃあ、TIM6X で、SOC でセキュアブートを実行にするためには、3つのステップが必要です。1つ目は、秘密鍵と公開鍵のペアを作成すること。2つ目は、ヨクとイメージを設定してビルドをすること。3つ目は、公開鍵を ASOC にフューズ、焼き込みすること。TIM6X プラットフォームでは、SOC 内部で3つの鍵が、主に3つの鍵が管理されています。まずは、MEK。MEK は TI がサインしたコンポネントを確認するための使用されます。そうですね。MEK、そう。MEK は TI から提供されており、すでに SOC の中にいており、変更することはできません。次は SMPK。セコンダリーマヌファクチャラー、キー。SMPK はユーザーが作成する必要があり、ブットローダーコンポーネントにサインするために使用されます。この鍵は ASOC にフューズすることの、することになります。最後に BMPK、バックアップマニファクチャラキー。BPM キーは従者のバックアップキーです。作成と使用は任意ですが、おすすめです。万が一、メインキーが失われたり、侵害された場合、このバックアップキーは使えます。切り替えることができますね。それでは、具体的な手順を説明しますが、弊社のメタトラデスセキュリティのリードミに記載されているので、ご不明な点があれば、いつでもご確認いただければと思います。
まずは、最初のステップは鍵を作成することですね。このステップは本当にさっきの、翼刀の例やリードミに記載されている通り、OpenSSL と RSA4096 を使用して SMPK と BPMK の鍵ペア、鍵を作成します。もう一つの、鍵も必要ですが、それが翼刀のビルドを失敗しないように、鍵ですね。TI ディジェネレートキーです。最後に、鍵と証明書へ書き込む権限を削除しますね。はい。